ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー。ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー。英語、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー。略称、DCA は、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイムにある、ウォルト・ディズニー・カンパニーが運営する、ディズニー・パークである。新たなディズニー・パークをカリフォルニアに作ることは、ウォルト・ディズニーによって1950年代から、計画されていた。しかし長年実現せず、 話が動き始めたのは、ウォルト・ディズニー・ルドが成功した後である1990年代のことであった。そしてディズニー社は1991年に、エプコットのカリフォルニア版である、を当時のディズニーランドの駐車場に建設する予定だったが、1992年のディズニーランド・パリのオープンによりテーマ性が被るとして、ウェストコット計画は中止された。 そして1995年、当時のディズニー社の CEO であるマイケル・アイズナーラが、カリフォルニアの第二パークのテーマについて、話し合いを始めた。そして結果として、カリフォルニア州をモデルとし、カリフォルニアのランドマークや自然などを体感できる、テーマパークを作ることに決定された。1998年に着工された、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーは、2001年2月8日に、 ディズニーランドの正門前の駐車場スペースにオープンした。なお、同時にショッピングエリアであるダウンタウンディズニーや公式ディズニーホテルであるディズニーグランドカリフォルニアンホテルスパ、ディズニーパラダイスピアホテルもオープンした。目玉のアトラクションの少なさやテーマ性の無差が指摘され、オープン当初から来園者が伸び悩んでしまった。そのため、新たに ディズニー社の CEO となったボブ・アイガーは、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーの大規模改装を計画し、2007年から2012年まで、新エリアの建設やアトラクションのリニューアルなど、パーク全体で工事を行ってきた。この改装には11億ドルが使われており、当初のパークの建設費が6億ドルだったことを考えると、いかに大規模なものかがわかる。 さらに大手広告代理店のトブアキティで医者と共に、いった集客キャンペーンを行った結果、集客数が順調に増加し、2014年の来園者数はおよそ870万人になっており、これは世界のテーマパークの中で10番目の多さである。ディズニーランドと違い園内でアルコール類が提供されているほか、本格的なローラーコースターが設けられているなど、全体的に、 ディズニーランドより上の年齢層をターゲットにしていい。ディズニーカリフォルニアアドベンチャーの施設は以下の7つのテーマランドで構成されている。ブエナビスタストリートは1920年代に初めてウォルト・ディズニーがカリフォルニアを訪れた際のロサンゼルスを再現したエリア。赤い路面電車のレッドカートロリーがエリア内を走っている。2012年までは サンシャインプラザという名称だった。ハリウッドランドは1930年代のハリウッドの映画スタジオをテーマにしたエリアやモンスターズ・インク・マイクとサリーのレスキューなどのアトラクションがある。2012年まではハリウッド・ピクチャー・バックロットという名称だった。グリズリー・ピークはカリフォルニアの大自然をテーマにしたエリア。ラフティング型のアトラクション、グリズリー・リバーランや シアタータイプのアトラクション、ソワリアラウンドザワールドなどがある。2012年まではパシフィックワーフを含めゴールデンステートという名前だった。また2015年に旧コンドルフラットがグリズリーピークエアフィールドというグズリーピークのサブエリアとなった。正面エントランスとは別に直営ホテルのディズニーグランドカリフォルニアンからの入園口がある。 パシフィックワーフは、モントレーのキャナリーロをモデルにし、サンフランシスコの漁村の雰囲気を漂わせているエリア。他のエリアに比べ、かなり小さなエリアである。パラダイスピアは、カリフォルニアのビーチカルチャーをテーマにしたエリア。中央にある湾を囲むようにエリアが作られている。サンタモニカビーチにあるようなレトロな雰囲気を持つ、遊園地をモチーフにしたアトラクションが多く、人気のアトラクション。 カリフォルニアスクリーミニア、トイストーリーマニア、などがある。2018年夏に一部をピクサーの映画をテーマにしたエリアにリニューアルし、ピクサーピアとしてオープン予定。それ以外のエリアはパラダイスガーデンズパークという名エリアとなる。カーツランドは映画カーズをテーマにしたエリア。2012年6月15日オープン。映画に登場する街。 ラジエータースプリングスを忠実に再現している。メインのアトラクションはラジエータースプリングスレーサーで、このアトラクションがエリアの敷地の半分近くを占めている。バグズランドは映画バグズライフをテーマにしたエリア。2002年10月にオープンした。東京ディズニーシーのマーメイドラグーンのように小さな子供向けのアトラクションが多い。2018年3月21日。 2020年にオープン予定のマーベル・シネマティック・ユニバースシリーズをテーマにしたエリア、アベンジャーズ・キャパスを作るため2018年末をもって閉鎖されることが決定した。ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーはオープン当初来園者が伸び悩んでいたため2007年から2012年まで新エリアの建設やアトラクションのリニューアルなどパーク全体で走行時を行ってきた。 工事費は約11億ドル。これらのアトラクションのイメージ図や建設風景などはディズニーカリフォルニアアドベンチャー内にあるブルースカイセラーで見ることができる。ディズニーランドと同様に日本人向けのサービスが充実している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。